ISS 国際宇宙ステーションのライブ映像に赤、緑、青色の光が舞ってる映像がありますが、あの光は何ですか？あ、ごめん、ちょっとそれ俺見てねえや。あ、そうですか。あの、なんで赤と緑と青だそうです。これは黄色だったら信号機だけど国際宇宙ステーションのライブ映像ですからね。あのそれが仮に三点を構成していて、はい、それが移動していたとしたら、まあ面白いよね。いわゆる俗に言うところのアダムスキータイプってやつかな。まあ、まん丸か五角形か三角形か別にしてね、はい、うん、まあ、色というのはまあ波長が違うだけだから、うん、まあ、それがこの、うん、そういうふうにこう映像の方撮る方に問題があったのか、それともこう放射する方に問題があったか、ちょっとそれは詳しくわからんけれど、もしそれが回転しながらこう形も崩さずに動いてたら、それはエイリアンクラフトの可能性が出てきますね。ただそれはアメリカ製も同じような形で今飛んでますから。あ、そうですか。ちょっと微妙だな。僕が見ていれば別だけど、ちょっとそれは僕はごめんなさい。あ、そうですか。実際に先生はご覧になってない、うん、ということですね、うん、そうですね、はい、わかりました。さあ、続いてはですね、はい、謹賀新年明けましておめでとうございます、はい、今年もよろしく拝見させてもらいますということで、アメリカイェール大学の研究グループが40光年先にあるカニ座55番星周辺に、カニ座55番星周辺にダイヤモンドでできた惑星を発見しましたが、うん、この惑星は太陽のように光り輝く前の途中段階なのでしょうか。また、うん、我々の地球もいつの日か自ら輝く恒星となれますかという。うん、答えさっき言っちゃいますと、未来の地球はこの宇宙空間には存在しません。存在しないです、もう場所を簡単に次元超えちゃいますから。あのこの宇宙は あくまでも、まあ、聖書でいうところの、まあ、まあ、ユダヤ密教でいうところの、まあ、普通の世界、まあまあ、低級な世界、うん、思考世界ってなって、それ次元が違うんで、そっちにジャンプしちゃいます。だ、今の太陽系の位置にはもうガイアはありません。未来はそのガイアの姿はどういう姿かというと、海がなくってまるでこのガラスのようにという表現されてますね。そのガラスのようにというのはダイヤモンドという表現にも通じるかもしれないけど、やがてその星がもし仮にそういう段階だったとしたら、そのうちきっと見えなくなるでしょう。うん、いなくなる可能性あるよね、もしそうだとすればね、ええ、ただまあおそらくこのガ